皆さんこんにちは。今日は春のコーラルメイクをやっていきたいと思います。はい、お気づきの方もいると思うんですけど、ヘアメンテナンスをしました。カットカラーをしました。で、せっかくなので今回はヘアセットもやってます。なので春に合うコーラルメイクと巻き方をねやってるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。で、ヘアセットの時に今回のカットカラーの詳細も話してるので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回もめちゃくちゃお気に入りです。で、今回はこの間購入したボビーブラウンをね中心に使ってるので、気になる方はぜひ最後まで見てみてください。それではスタート。はい、ではメイクを始めていきます。前髪はね巻いてないとこれぐらいの長さあります。ちょっと長めですね。目にかかるくらい。こんなに大きいものができちゃいましたなんか珍しいぐらいね大きいんですよ。しかもなんか2個ある。やっぱりね、マスクとかをするからかな、なんか治りも遅くてすごく目立っております。で、まずはね、ディープログラムのアレルバリアクリームを使います。もう本当にこういうのを使って保護してますね。でもなんかね、最近っていうかここ数日はしっかり保湿とか保護するようにしてるので、そこまでね、ピリピリしたりとか痒くなったりとかはないんですよ。もう本当にちょこっとかゆいかなっていう感じ。まあ特に目元がかゆいんですけど、少しかゆくって赤くなるかなっていう感じなんですけど、もう本当にくしゃみが止まらないのくしゃみがすごくて、もう今日もね一日何回もすでにねくしゃみしてるし、鼻もすごく噛んでる。鼻噛んで荒れそうな感じまだヒリヒリしてる程度だけど。で、なんかね、前にティッシュがもう柔らかいティッシュしかなかった時、自粛前ぐらいの時とかかな、去年の春の。その時に、その柔らかいティッシュしかなくって、それを買ってて、それの残りがね、あるので、それを今使ってます。鼻噛むように。もう本当にすごいムズムズしちゃってダメ。はい、こんな感じで保護しました。そしたらこちらを使っていきます。アポコスのプロテクトベースクリーム。こちらこの間紹介したベース下地ですね。色味がちょっとついてるクリームです。で、 SPF50+ の PA3+ になってます。結構紫外線からも守ってくれますね。これを全体にのせます。ちょっと固めだけど伸ばしやすいクリームっていう感じですかね。で、色味がね、もう少しついてるので、結構これ1本でもファンデーション代わりとして使えるような感じです。天然なね、精油の香りがします。すごいいい香り。で、これはいろんなね、ものから守ってくれるんですけど、花粉に特化してるものではないので、一応Dプログラムを使ってから塗ってます。あまり花粉とかが気にならない方はこれ1本でもいいかなと思います。はい、こんな感じです。ナチュラルにカバーしてくれる感じですね。なんかすっごいしっかりカバー力があるっていう感じではないので、ナチュラルに仕上げたい時にいいかなと思います。まあでもこの上にファンデーションを乗せるほど薄くない感じですね。で、重い感じもないので、使い心地はね、すごくいいです。でも気になるところとか、ニキビのところとかもあるので、コンシーラーは使っていきます。はい、こんな感じです。コンシーラーでね隠せばこれ1本でもすごくいいかなと思います。肌も綺麗に見えます。そしたらパウダーはミルコットを使っていきます。これすごくサラサラになるのでお気に入りです。これすごいサラサラになるし、肌もすごく綺麗に見えて、崩れにくくなるのですごい気に入ってます。はい、ベースメイクはこんな感じですね。そしたらいつも通りフーミーを使っていきます。で、こっちの明るい方で描いていきます。そしたら今日はこちらを使います。この間紹介したボビーブラウンです。
スパークルアイシャドウの28番オールスパイス。もう指に取っただけですごい綺麗。これを全体にのせていきます。はい、こんな感じです。これやばくないですか？めっちゃ綺麗なんだけど。これ単品ですごい綺麗ですよね。ブラウンの濃さも濃すぎず薄すぎずっていう感じで、でゴールドのラメもすっごくキラキラしてて存在感があります。本当にちょうどいい。なんかね、もう少しブラウン味とか必要かなと思ったので、マットのアイシャドウとかも用意したんですけど、これ1個で十分。やっぱキラキラするから、こうやって下向いた時もすごい綺麗だし、マスクメイクでもね映えますよね。これめっちゃおすすめ。すごい気に入った。でどうしようかな。ちょっとキラキラ感はねすごい綺麗なので、これだけでも十分なんですけど、やっぱキラキラさせるのにちょっとハマっているので、目頭のところだけつけようかな。そう、絶対これとも相性がいいと思います。クラビューのアーバンパールセーションのスパークルアイシャドウクリスタルゴールド、もう本当にこれで十分なんだけど、ちょこっとだけ足します。あ、いい感じですね。これぐらいがいいかな。はい、でもアイシャドウはこれでおしまいです。もう本当にね、これが綺麗すぎるので他は足さない方がいい今日は。ということでビューラーをしていきます。そしたらいつも通りキャンメイクのアイライナーでインライン引いて目尻を少し描きます。今日もね、アイシャドウを邪魔しないように控えめに描いていきます。はい、こんな感じで描いてみました。今日は控えめプラスちょっとね、こっちの方に引いて優しくはっきりさせてみました。そしたら今日ファシオでマスカラしていきます。はい、アイメイクはこんな感じです。ファシオちょっと久しぶりに使ったんだけどすごい伸びる。これはね、前にしおねちゃんにおすすめしてもらったマスカラです。すごい綺麗。そしたらブロンザーを使っていきます。でチークもコーラル系を使うので、こちらの MIMC を使っていきます。これね、すっごくお気に入りなんですけど、なんと底見えしました。こんなにちっちゃく底見えしました。なんかこれいつも使ってるんですけど、全然底見えしないなって思ったらね、急に底見えしました。やっとね、底見えて嬉しい。でもね、すっごい持ちがいいです、これ。ずっと使える。これをふんわり乗せていきます。これね、本当に大好きで、血色良くしてくれるし、ふんわりつくし、肌もね、すっごい綺麗に見えるんですよ。なので、いつも使っちゃう。で、MIMC のコスメをね、もうちょっと増やしたいなと思って、ネットで購入しました。そう、なので届いたら紹介したいなと思います。そう、また春っぽいメイクができるカラーを選びました。まあでも、一年中使えるようなカラーですね。すっごい可愛いので、また届いたらメイク動画撮りたいなと思います。なんかね、今年は思ったよりメイクできるんですよ。花粉で荒れるから、結構メイク動画ができなかったりとか、ボコボコしてメイクできなかったりしてたんだけど、今年は本当にすっごい気をつけてるから、そこまでただれないですね。めちゃくちゃ嬉しい。このままメイク動画も撮れるような感じで頑張りたいと思います。で、ちょっとね、ノーズシャドウ入れるの忘れたので、ノーズシャドウ入れます。そしたらハイライトはボビーブラウンを使っていきます。これもね、すっごい綺麗でお気に入りです。はい、こんな感じです。そしたらリップもボビーブラウンを使っていこうと思います。こちらもね、この間購入したリップです。クラッシュのリップカラーの15番カバナ。
はい、この可愛いコーラルリップを使っていきます。はい、こんな感じです。ちょっと調整しながら塗ったんですけど、濃すぎず薄すぎずっていう感じでのせてみました。かわいいこれで、今日は最後にこちらをかけたいと思います。ピクシーのメイクアップフィクシングミスト、こちらをかけます。はい、ということでメイク完成しました。はい、こんな感じのメイクにしてみました。今回はこの間購入したボビブラウンのコスメを中心に春のコーラルメイクをやってみました。このラメが本当に綺麗なので、すごい華やかになりますよね。これなんで今まで気づかなかったんだろうって思います。すごくおすすめです。で、このリップもね、すごい可愛くて気に入りました。めちゃくちゃお気に入りですはい、ということで髪の毛なんですけど、今回はね3センチくらい切りました。もう本当はね、バッサリいきたいんですけど、まだ一応キープしておきたいので、今回は3センチだけにしました。でもね、結構なんかこう、スッキリしてすっごい嬉しい。もう重くなってたし、まとまりにくくなってたので。で、毛量も調整してもらいましたね。で、私はあんまりレイヤーを入れてないので、表面だけにちょこっと入れてもらって巻きやすいようにしてもらいました。今回もね、切りっぱなし風ですね。で、前髪も切って、こう巻いてこう目の上ぐらいになるようにしてもらってます。で、カラーはね、今回も最初濃いめに入れてもらって、だんだん抜けていくのを楽しめるような感じにしてもらいました。前回と同じようなカーキグレージュっていう感じですね。赤みをしっかり消してもらってます。今回もめちゃくちゃお気に入り。髪の毛もね、しっかりまとまるし、カラーもすっごいいい感じです。暗いんだけどなんか透明感があるような感じですよね。ということで、髪の毛もね、セットしていきたいなと思います。今日は軽く巻こうと思います。はい、では巻いていきたいと思います。アイロンはいつも通りクレイツを使っていきます。で、150度で巻いていきます。はい、こんな感じで巻いてみました、軽くって言ったんですけど、全体的に巻いちゃいました。そしたらオイルを使っていきます。これもね、お気に入りのオイルです。これでしっかりまとめます。はい、ということでこんな感じでセットしてみました。全体的な毛先は内巻きなんですけど、表面だけちょっと外巻きっぽくゆるふわにしてみました。で、前髪は全体的に丸みをつけて、こめかみあたりからしっかり巻きが出るようにしてます。で、今回も前髪は端が長くなるように切ってもらってるので、顔周りにつながるような感じです。
はい、ということでメイクとヘア完成しました。メイクも春っぽくしてるので髪の毛もね春っぽく巻いてみました。今回のヘアスタイルもすごい気に入ってます。大幅チェンジをしてるわけではないんですけど、すごく巻きやすくなったりとかセットしやすくなったのでめちゃくちゃ嬉しいでカラーもすごいちょうどいい感じで気に入ってます。で前髪もねすぐ伸びるのでまた切っちゃいました。はい、こんな感じです。今回のメイクもヘアもねすごく気に入ってるのでぜひやってみてください。ということで今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。